摂生国地図摂生石は、栃木県那須町の那須江本温泉付近に存在する溶岩である。付近一帯に火山性ガスが噴出し、昔の人々が生き物を殺す石だと信じたことからその名がある。なお伝承上、この石に起源を持つと伝えられている石が、全国にいくつかあり、それらの中に摂生石と呼ばれているものがあるほか、 ナスの摂症石同様に火山性ガスが噴出する場所で摂症石と呼ばれる石があるとする文献もある。しかし、単に摂症石といえばナスの摂症石を指すことが多い。摂症木付近一帯は硫化水素、アリウ酸ガスなどの有毒な火山ガスが絶えず噴出しており、鳥獣がこれに近づけばその命を奪う摂症の石として古くから知られた名称であった。 松尾芭蕉も訪れ、奥の細道にその様子が記されている。現在一帯は、摂生国園地と呼ばれ、観光客が多く訪れる名所となっている。ただしガスの噴出量が多い時は、立ち入りが規制される。芭上皇が長愛したという伝説の女性、玉も前が、正体が、陽子の化身であることを見破られ、逃げた先のナスの地で討伐されて、石となったという逸話がある。 しかし石は毒を発して、人々や生き物の命を奪い続けたため、摂生石と呼ばれるようになり、死徳二年には、元老王将によって打ち砕かれ、その欠片が全国に飛散したという。摂生石が飛散した先は、日本各地の高田という地名の3カ所とされ、一般には、三正国高田、越後国高田、秋国高田、文後国高田、藍津高田のいずれかとされる。 高田以外の地に破片が散ったとする伝承もあり、飛騨では、ご坊主に、四国では犬神に、上野国ではお先になったという。勝山地区は旧正を高田といった地で、元皇の解散による火星寺境内に、摂生石の石塚が存在している。旧、藍津高田町に鎮座する神社で、抹茶に、摂生石稲荷神社を持つ。摂生石の破片が飛来したと伝わる。 元能の解散とされている寺院で、境内に、摂生石の破片といわれる石が祀られており、元能の座像と、摂生石の演技を描いた、絵巻、四本着色源」、「王、和尚行上演技が伝えられている。境内に安置されている、鎌倉地蔵は、摂生石から作られたという伝承がある。朝日長者伝説につ、ま、かつて火山ガスを噴出し、付近で生き物が死んでいたという。 ありがとうございます。